チャールズ・エドモンド・カレンはアメリカの連続殺人犯でヘルスケアシリアルキラーでもある。カレンは当局にニュージャージーで性看護師として働いてきた16年間に40人近くの患者を殺害したと告白した。しかし、その後の警察、精神科お及びジャーナリストとのインタビューで明らかにそれよりずっと多くの患者を殺害していることが分かった。カレンは 被害者の名前を覚えていないものの、殺人行為の詳細だけはよく覚えていた。専門家らは、カレンの犠牲者は、最終的に400人にも及ぶ、可能性があると推定している。その場合、カレンは、史上最悪の被害者数を出した、シリアルキラーということになる。カレンは、ニュージャージー州、ウェストオレンジにて、労働者階級のアイルランド系カトリック教徒の8人。 兄弟の罰子として生まれた。バスの運転手であるカレンの父親は、彼が生まれた時点で約60歳で、カレンがわずか7ヶ月の時に亡くなった。カレンは、彼の子供時代について惨めだったと振り返っており、姉妹のボーイフレンドと彼の学友たちから常にいじめられていたと述べている。彼が9歳の時、彼は化学セットから化学物質を飲んで自殺を図ろうとした。 後に、看護師として働いていたカレンは、自分が働いていた病院から薬を盗んでそれを飲んで死ぬことについて空想したと主張している。カレンの母親は、1977年に高校1年生の時に自動車事故で死亡した。彼は、彼女の死で、打ちのめされたと語り、病院が遺体を家に戻さず仮装したことに対して、憤慨したという。 翌年、彼は高校を中退し、アメリカ海軍に入隊し、そこで潜水艦、アセス・ウッドロー・ウィルソンに所属した。カレンは潜水艦の乗組員が2ヶ月の間密閉された空間で過ごすのに必要な基礎訓練と厳格な心理検査に合格している。彼は船のポセイドンミサイルの運用チームの一員となるも、カレンはここでもうまく馴染むことができず。 仲間の乗組員にいじめられていた。彼の任務について1年目、将校は、カレンが制服ではなく外科用マスク、手袋と手術用ガンを身につけて、ミサイルの制御席に座っているのを発見した。カレンは、この行動に対して、懲戒処分を受けたが、なぜ彼がそうした行為をしたのか説明できなかった。海軍は彼をよりプレッシャーの少ない補給船、アセスカノープスに、 配置転換をした。やがて彼は自殺未遂を企て、以後数年間、数回にわたり、海軍の精神科病棟に入院した。彼は1984年に海軍から医療的理由で除隊したが、その正確な理由は明らかにされていない。除隊後間もなく、カレンはニュージャージー州モントクレアのマウンテンサイド病院看護学校に入学した。彼は、 クラスの学級委員長に選出され、1987年に卒業を、リビングストンにあるセントバーナバスメディカルセンターのやけどチームで仕事を始めた。この頃、彼は妻のエイドリアン・バウムと出会い結婚する。半年後、娘シャウナが生まれる一方で、妻はカレンがますます変わった行動を取るようになったり、犬を虐待したりする様に不安を感じ始めていた。 サマセットメディカルセンターカレンが告白した最初の殺人事件はセントバルナバで発生した。1988年6月11日、彼は患者に致命的な過量の静脈内投与を行う。彼は後にこの病院でもインスリン過剰投与で数人の患者を殺害していたと認めている。病院の当局が誰が点滴袋に混入させたのかを調査し始めると、 カレンは1992年1月に病院を辞めた。調査の結果、おそらくカレンの手によって行われたものと判断され、数十人の患者が被害を受け死亡したことが明らかになった。セントバーナバスの病院を去った1ヶ月後、カレンはフィリップスバーグのウォーレン病院で仕事を得た。そこで彼は心臓薬事後寄進の過剰投与で3人の高齢女性を殺害した。 三人目の犠牲者は眠っている時にこそこそした男性看護師が彼女に注射したと言ったが家族や病院のスタッフはそれを根拠のない話として相手にしなかった。翌年、カレンは妻からの離婚訴訟を受けフィリップスバーグの地下界のアパートに引っ越した。彼は元妻と娘の親権を共有した。彼は後に1993年に 看護の仕事を辞めようと思ったが、裁判所から命令された養育費の支払いで働かざるを得なかったと主張した。1993年3月、カレンは同僚の家に不法侵入した。女性と幼い息子が寝ていたが、目覚めさせることなく立ち去った。それから彼はその女性をストーキングし始め、その女性は彼について警察の報告を提出した。カレンはその後、 有罪を認めの不法侵入との1年間の保護観察を受けた。逮捕の翌日、カレンは再び自殺を試みた。彼は2ヶ月仕事を休み、2つの精神施設でうつ病の治療を受けたが、1993年末までにさらに2回自殺を試みた。その9月、91歳のがん患者は担当の看護師ではないカレンが彼女の部屋に入って、 注射を受けたと話し、翌日その患者は死亡した。彼女の息子は彼女の死が自然死ではないと抗議し、ウォーレン病院はカレンと他の数人の看護師に嘘発見器テストを実施した。彼はその検査に一発する。彼は次の春までウォーレンで働き続けた。カレンはフレミントンにあるハンタードン医療センターの集中治療室。 心臓治療室で3年間勤務した。彼は最初の2年間は誰にも害を及ぼさなかったと主張したが、その期間の病院記録は2003年に逮捕された、時には処分されていた。彼は1996年の1月から9月の間に地起心を用いて5人の患者を殺害したことを認めた。カレンはそれからモリスタウン記念病院で仕事を見つけたが、 すぐに不適任として解雇された。カレンは6ヶ月間失業したままで養育費の支払いを止めた。ウォーレン病院の緊急治療室でうつ病の治療を求めた後、カレンは精神科施設に入院したが、しばらく経って退院する。1998年2月、カレンはペンシルベニア州アレンタウンにあるリバティカンゴリハビリテーションセンターに雇われ、 そこで呼吸器依存患者の病棟を担当した。そこでは、カレンは予定外の時に患者に薬を与えたと避難され、注射器を手に入れたまま患者の部屋に入ったのを目撃された後に解雇された。患者は腕を骨折させられたが、注射を受けること免れた。カレンはリバティ病院で患者の死を引き起こしたが、それは別の看護師の責任とされた。リバティを去った後、 彼は1998年11月から1999年3月まで、ペンシルベニア州イーストンのイーストン病院で雇われた。1998年12月30日、彼はさらに別の患者を、地獄菌で殺害した。検視官の血液検査で、患者の血液中に、致死量の地獄菌が含まれていることが判明したが、イーストン病院内での内部調査では、 結論が出なかった。殺人者として、彼を明確に指摘できる証拠はなかった。精神的な不安定さを示してきた上、勤務中に死者を出してきたにもかかわらず、全国的な看護師が不足していたため、彼は次々に仕事を見つけた。当時、精神的問題や勤務上でトラブルを抱えている、看護師について通報するための仕組みがなく、 責任をこむるのを嫌がった病院は彼に対して重大な行動を取ることをしなかった。1999年3月、アレンタウンのリーハイバレー病院の熱唱部門に配属されたカレンは一人の患者を殺害し、別の患者を殺害を試みた。1ヶ月後、彼はリーハイバレー病院を辞職し、ベツレヘムのセントルーク病院の心臓治療室で働いた。 向こう3年間で、カレンは少なくとも5人の患者を殺害し、さらに2人の殺害未遂を犯している。2000年1月11日に、彼は再び一酸化炭素中毒による自殺を試み、浴槽の中で炭を焼いた。カレンの隣人が、煙の匂いがしたため消防署と警察に通報し、病院と精神科施設に連れて行かれたが、翌日帰宅した。カレンが、 セントルーク病院で患者を殺害していたと疑う人は誰もいなかったが同僚がゴミ箱の中から薬瓶を見つけたことにより状況が一変したその薬は病院の外では価値がなく乱用されるようなものではなかったので逆に不審に思われることになった調査の結果カレンが薬を飲んだことが判明し病院側から自己都合で辞任して 中立的な推薦を与えるか、解雇のどちらかを提案される。2002年6月に彼は辞職し、付き添い付きで建物から外へ連れ出された。セントルークスの彼の同僚のうちの7人は、後で、カレンが患者を殺すために薬物を使用したという疑いを持ち、リーハイ軍畜検事に警告した。捜査官は、カレンの経歴を調査することをせず、証拠不十分として、 事件捜査は9ヶ月後に終了とされた。2002年9月、カレンはニュージャージー州サマービルにあるサマーセットメディカルセンターの救急医療室で働き始めた。彼はこの頃に地元の女性とデートを始めたが、彼のうつ病は悪化した。カレンは約13人の患者を殺害し、2003年半ばまでに自己寄進、インスリン、エピネフリンを使用して少なくとも一人以上を 殺そうとした。2003年6月18日、カレンはサマセット州の患者フィリップ・グレゴールを殺害しようとしたが後に退院した。彼は半年後に自然死した。その後まもなくサマセットはカレンの不正行為を示す手がかりを見つけた。病院のコンピュータシステムはカレンが担当外の患者の記録にアクセスしていたことを示していた。また、 同僚は担当でない患者の部屋を訪れる姿を目撃し、コンピューター管理された薬品管理機は、彼の患者には処方されていない薬を彼が取り出していたことを示していた。カレンの薬品取り出し履歴は、すぐにキャンセルさたり数分以内に何度も繰り返して取り出すなど、不審なものだった。2003年7月、ニュージャージー州の劇薬情報。 教育システムの事務局長は従業員によって薬品過剰投与によるが患者殺害の疑いが少なくとも4件ある可能性をサマーセット当局者に警告したが病院は10月まで当局への連絡を送らせたそれまでに彼は少なくともさらに5人の患者を殺し6人目の殺害を試みた2003年10月に 彼の最後の犠牲者となる患者が低血糖で死亡したとき、病院はついにニュージャージー州警察に通報した。州当局は8月の時点でカレンによる致命的でなかったがインスリン過量投与をしていた事件の報告を怠ったとして病院を避難した。彼の雇用歴を調査したところ、以前の死への彼の関与について過去の疑いが明らかになった。 サマセットは2003年10月31日に表向き履歴書に嘘を書いたという件でカレンを解雇した。同僚看護師エイミー・ラフレンは彼による薬品へのアクセス記録と患者の死亡との関わりについて不信感を抱き警察に警告した。警察は捜査を開始し彼を数週間監視下に置いた。警察の捜査官はラフレンに盗聴器を身につけさせ、 勤務時間外にカレンと会話させた。録音された内容から、警察はカレンを逮捕するに足る理由とすることができた。カレンは2003年12月12日に一件の殺人と一件の殺人未遂で起訴され、レストランで逮捕された。12月14日に、彼はサマセットの患者2人を殺害したことを刑事に認めた。さらに、カレンは、 彼が彼の16年のキャリアの間に40人もの多くの患者を殺害したと刑事に話した。2004年4月、カレンはニュージャージー州の裁判所でサマセットでの勤務中に13人の患者を殺害し他の二人を薬物注射で殺そうとしたとして有罪を認めた。彼の司法取引の一部として当局が死刑を要求しない代わりに捜査に 全面的に協力することで合意した。1ヶ月後、彼はニュージャージー州でさらに3人の患者が殺害された、普段の有罪を認めた。2004年11月、カレンはアレンタウン裁判所でさらに6人の患者を殺害し、他の3人を殺害しようとした罪で有罪を認めた。彼は裁判長、あなたは辞任するべきだと唱えて裁判官を挑発し、 訴訟を繰り返し中断させた。カレンは拘束され、口稼をかまされたがやめようとはしなかった2006年3月2日、カレンはニュージャージー州で18回分の就寝刑を宣告された。2403年まで仮釈放の対象にはならない。現在、彼はトレントンのニュージャージー州刑務所で収監されている。3月10日、カレンは リーハイ軍の大統領判事ウィリアム・ H ・プラットの法廷で判決の審問を受けた。裁判官に対し憤慨したカレンは、プラット判事がカレンにダクトテープで縛り付けるまで、裁判長。あなたは辞任するべきだと30分間繰り返し続けた。この校長会では、プラットは彼にさらに6つの終身刑を言い渡した。彼は、司法取引の合意の一環として、 さらなる犠牲者の特定に向けて警察に協力している。現在、彼は終身刑でペンシルベニア州の刑務所に収監されている。カレンは患者が心停止、または呼吸停止に陥る事態を取り除いてやっただけだ、と述べた。彼は刑事に対して心停止などの救命措置は見るに耐えないと言い,い、自分が過量投与をしたことで患者の苦痛を終わらせ、 病院職員が彼らを非人道的に扱うことを防いだのだと主張した。しかしながら彼の犠牲者は全員が末期患者などではなくゴールのように回復途上の患者たちもいた。同僚看護師リンテスターは警察への事情聴取で多くの犠牲者を回復途上の人たちと表現している。捜査官によると 患者を救ったのだと主張するカレンの主張に反して実際は患者を苦しめさせる結果になっていたようだと述べた。実際にカレンは数日間患者の苦しみを観察する一方で殺人を犯すという意識決定は衝動的なものだったと捜査官に語っていた。カレンは2003年12月に彼が自分の人生の大部分を霧の中で過ごしたこと、そして 彼が彼の犠牲者の大部分を殺害したことの記憶を隠したことを刑事に語った。彼は彼が何人殺したか、なぜ彼がそれら犠牲者を選択したのかを思い出すことができないと語った。場合によっては、彼はある施設で殺人を行ったことを断固として否定したが、医療記録を見せられて患者の死亡に関与したことを認めたようなこともあった。医療従事者による 疑わしい行動について報告する義務がないために、また及び雇用主に対する法的保護が不十分なため、カレンは次から次へと勤務先を変えて病院で働き続けることができてしまった。ニュージャージー州とペンシルベニア州は、ほとんどの州と同様に最も悪質な場合にのみ、医療施設に不審な死者の報告を義務付けており、事件の報告を怠った場合の罰金は、 警備なものだった。多くの州は、労働者が以前に雇用されていた場所を見つける、法的権限を捜査官に与えていなかった。雇用主は、訴訟を引き起こす、可能性を恐れて、事件を調査したり、元従業員に対する身元紹介で、悪い内容を書いたりすることはしなかった。刑事とカレン自身によると、いくつかの病院は、彼が患者を害したり殺害したりしていると疑ったが、 適切な法的措置を講じることができなかった。カレンの刑事有罪判決の後、彼が働いていた病院の多くは、彼の犠牲者の家族によって訴えられた。ニュージャージー州の病院に対する訴訟と和解内容は、すべて法廷外で行われ、封印されている。また、病院職員たちが、カレンの雇用を阻止しようとしたり、彼を解雇させようと非公式に動いていた。 近くの病院に密かに連絡を取ったり、自分の上司に内密に話したりして、カレンを雇うべきではないと警告した人もいた。カレンが2001年6月にアレンタウンの精神病院で仕事をしたとき、イーストン病院での彼についての噂を聞いていた、看護師は、彼女の同僚に助言し、カレンがすぐに解雇されなかった場合は、全員一斉に辞任するとまで脅し、成功していた。 カレンの事例によって、ペンシルベニア州、ニュージャージー州、及び35の他の州は、雇用主が労働者の職務遂行について誠実な評価を行うことを奨励し、真の従業員評価を提供するときに、雇用主に法的保護を与える新しい法律を採用した。特に、ニュージャージー州法は、他の州が従うモデルとなった。第一に、2004年患者安全法は、 深刻な予防可能な有害事象の報告に対する病院の責任を強く定めた。2005年の増進法は患者安全法を保管するものであり、病院はその従業員に関する特定の詳細をニュージャージー消費者課に報告することを義務付けている。それはまた患者ケアに関する苦情と懲戒記録を少なくとも7年間保存することを義務付けるものとなった。ウリロンメルが 脚本、監督を務めた2008年のオリジナルビデオ、キラーナースは彼をモデルとしている。映画、ザ・グッドナースは、チャールズ・グレイバーのノンフィクションの本、グッドナース医学の実話、狂気、そして殺人をもとに制作された。ありがとうございます。